ガチャ、トーマです。ガチャ行くで、行きましょう。予想通りやったね。クリスタル春坂 G、 これが今回ガチャの目玉かな。うん、特殊能力いっぱいやね。もうこいつ手に入れればクリスタルシュラコマもまあおそらく割と簡単に手に入るはず。イタレリツクセリも入ってるね。なんやこの人すごくない？なんか優しいおばあちゃんみたいな顔してんのに、何これ、手が6個ぐらい入ってる、やべえな。まあ簡単やね、今回簡単やわ。じいちゃんとばあちゃんやん。よう考えたらじいちゃんとばあちゃん出せば勝ちやん。 1.2%、 うん、もう大丈夫。前は500連ぐらいね、あのバカみたいに引いたけど、今回はさすがに大丈夫でしょ。今回もそれだったらびっくりしちゃうわ。イタレリツクセリ 2.5%、 うん、この2体だけかな。 OK、 行きましょう。大丈夫でしょ。今回はね、Y ポイントそんなに積んでないよね。92,000。まあ、200連はいけるから、まあ大丈夫でしょう。さすがに。いきますよ。皆さんもご一緒に、レバーオン！レバーオン！さあ頼む。でも10連で出てもいいよ。じいちゃんばあちゃんね。おお、なんかすげえな、今。扉がすごかったわ。おいおい、じいちゃんばあちゃん、頼むで。まあまあまあ、わからんけどね。いやもう100連以内で決めさせてよ。さすがに。いやもう前回ちょ回しすぎだからさ。頼むで、ほんまに。ほんまに頼むで。同じやつ出てるけど、大丈夫。大丈夫。これ出だし最悪じゃない？もう同じ。おい。なし、なし、こなし。何もなかった。これが10連目。これが、もう最近もう、レバー音ダメやな。たまたまなのがバレてきたわ。さすがに。さすがにバレてきた。オッケー！ん、取り返せ！ちょ待って待って、もう最近ダメ？最近ちょ引き悪いやつもしかして。まあイベントもね、あのお知らせの方をチラーって見たけど、追加ガチャはなさそうやね。うん、SS のやつもポイント交換かな、それでいたから追加ガチャはなさそうですね。さあ行くで、よろしくお願い。ちょ待って待って待って、竜じゃねえ、竜じゃねえよ。おじいさんかおばあさんよ。ちょ頼むよ頼むよ、本当に。ちょ本当に頼む。30連目、行きましょう。ちょまださ、まあ、さっき2個あったけど金は1個しかない。ちょ待って、やばくない？ちょ待って、おい、ちょ頼むで、ね、これ絶対神引きした人いるっしょ。 1.2 はね、俺でも分かる。俺でも10連20連で引く人おる、うん、0.何%とかだとなかなか引けんけど、 1.2 はもう引けなきゃだっ。ちょ待って、やばい。ちょ40連目よ、大丈夫？もうはあ、なんかいつも通りっぽいね、大体この魔のイベントの。ちょ待って助けてよ。もうどうすんのこれ。あのこれタップお子さんの早送りしてるわ。うん、なんで俺こんな引き悪いの最近、マジで言ってんの。どうしたちょやばくない？50連目、さすがにこれで引けなかったらちょっと一周だけあれやろうかな。扉開けて、それからガチャ引くみたいな感じでやろうかと思うけど、あー最高記録、最高記録が2個。まあイベントはいつも通りっぽいからね。うーん、ガチャはいつも通りじゃねえなこれ。これどっちかはまずだって、おばあちゃんの方はさすがに出てくれてもよくない？そろそろ。ちょこれダメだ。ちょマジでこれダメだわ。ちょリフレッシュしてくる。 OK、 リフレッシュ完了。まあ、ゲート開いたけど、とりあえずスルーで、とりあえずスルーしてガチャ。ちょ頼むで、何にも引けてない。60連目だっけ、もう忘れたけど、もう一回仕切り直していこう。レーバー頼むよ、本当に頼むよ。もうポイント最近減るな。まあ、魔のイベントは稼げるけどさ。ちょ待って、大丈夫な、前回と似てない？大丈夫？俺また行くの？またコンビニ行くの俺また延長戦やる？いいけど別に、俺だったらいいけどね。もういいけどさ、ちょ待って、これ本当にやばくない？こんなに引けないもん。ちょい、あ、こいつなんか見たことあるな。なんだっけこいつ、名前忘れたけど、ちょなんか久々に出てくるやつもいるしよ、やばいやばい。4万5000までいったら100連よね。なんも出ないんだけど、え、みんなこんなもん？あ、まあこれは悪くないね。これ青がないのは悪くないけど、え、こんなもんすか？こんなもんじゃないよね。みんなもっと金、さっき見たでしょ。呪われてない？大丈夫これ？え、これないよ。なんか今来てないもん。今わかる、俺でもわかるもん。ほらもう昔のポケモンね、これ昔のポケモンよ、これ。ほら
もうさ、ちょ待って、圧がルル出るんだもん。だって圧がルル出た人おる。逆に聞くわ。ちょ待って待って、ちょ、え、嘘でしょ。なんで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 、うんうん、ちょそろそろもう金タップから行くわ。もうそろそろみんなも赤タップ飽きてきたでしょ。でだからさだからさ、なんで、え、だからさ、これいるの、これいたら嫌だけど、ちょ一応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 ね。ちょ待って、これほんまにやばくない？だってなんで、え、ちょ待って、 2.5 よね。いや、じいさんはわかる、じいさんはそれはあるよ、全然あるけど、なんでこの至れり尽くせり出ない？おいおい、いや俺もう50連ぐらいで終わるかなと思ってたんやけど、全然全然終わんないんやけど。よし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 、もうさすがに、うん、大丈夫大丈夫、赤だから減った感ない。いや確率はさ、やっぱり結果的にそれ神引きする時もある、うん、爆死する時もある。でもやっぱ平均したらみんな一緒やから、俺はそろそろ引けるはずなんよ。頼む、できたらじいさんがいいな。頼むよ、クリスタルよ、クリッガー。怖い方来た、怖い方出たわ。まあまあまあ、とりあえずね。いやこいつ怖すぎやろ、可愛い顔して怖すぎか。まあまあとりあえず OK でしょう。うーん、まあ遅いけどね、ここで決めちゃおう。頼むで、今人差し指でタップしたわ。はい、関係なかったわ、もう同じや、もうもう、ちょ待って待って、ちょ、え、これ100連目じゃね、これ4万6000ぐらいになるもんね。うわ100連目やで、これ90連でようやくようやくおばあさん出たわ。もうこれどうすんのこれ、もうこれ何、これキラコマパスじゃないのこれ。もう、いや2年前だったら喜んでたよ、そらそら喜んでたけど、もう今パス揃ってきてるからね、パス集めてるからね今。え、だからさ、今パスの話してたやん、パスも集めてるけどさ、なんとなく、ちょ頼むよ。ちょもうさ、もうさ、もうどうすんのこれ、もう本当にこれ110連目よ、もう十分よ、もう尺、尺というか、もうもうなんもないわ、もう助けてくれよ、もうかけるわ、もうタップして出る気しないから、行くで、いるかもしれんからな。いや、いないよ。だってエースすらないもん。あ、いたわ。もう潜伏感覚3体目ぐらい。え、これ本当にコンビニダッシュ歩くない？え、もうあっ、ちょ、なんでよ。俺、ポイントさ、ガチャ引くたびにゼロになるんやけど。で、イベント稼ぐやん。イベント稼いだけど、次ガチャ引くやん。次のイベント始まるからね。そこでまたゼロになるんやけど。いや、ていうか、むしろもうマイナスだからね。昨日じゃない、次のイベントじゃなくて前のイベントとかさ、マイナスだからね。で、だからさ、何これ、遊ば神経衰弱やん、もうちょ、今日さ、今多分半分ぐらいの人はそのままポイントゼロになれって思ってるでしょ。もうそれは俺もひしひしと感じてる、ひしひしと感じてる。まあ別にそれでもいいけど、もうそれ前やったからさ、もうなんか連続でやったらこの人バカなんじゃないかみたいになるでしょ。ちょ待って、もうタップ良くない？もうタップ終了。ああ、おばあさんか。もうタップいいわ。タップ終わり。あの前回のガチャの時もやったけど、もう金しかタップしないわ。もう、ちょ待って、本当に言ってんのこれ。終わる。やばいやばい。ギリギリでいつも生きてい。あーもう。よっしゃー。よかった、危ねえよ、花咲こじー。いやこれはでもね、よくはない、よくはないね。お、確かにクリスタル、そんなに見た目わかんないけどね。危ねえ、クリスタル、ちょっと使ってみるわこいつ。うん、クリスタルシュラコマをゲットするのは次の動画でいこうかな。ちょっとクリスタル花咲かじー使ってみます。待って、何連引いたんよ。130連よね多分。危ねえ、 1.2% でここまで来るか。じゃあちょっと育てて使っていきます。はい、ってことで育てていきました。クリスタル花咲かじー、桜吹雪を左右に動かし妖怪プニを消す。左右に動かしだからさ、極吹雪と一緒じゃないのこれ。多分似てるような気がするけど。で、イタレリさんも一応入れといた。これで、まあまだ全然ね進めてないけど、
動画終わってから一生懸命進めます。レベル7までね。今レベル3クリスタルの間、これ行きましょう。まあ、ここはまだ全然弱いでしょう。ゴー。一緒やね、攻撃力アップ向こう。まあ間のイベントはね、結構助けてもいいご褒美もらえるから、漢方とかね。前回はゲートボールももらえたからね。まあ、今回は分からんけど、多分もらえるんじゃない。一回技打ってみよう。これ反撃あんのか。まあ、でも関係ないよ。もう反撃なんて関係ない。溜まる？ああ、G までいかんか。OK! 多分一緒じゃない？違う。おう。あ、ほら。一緒やん。じゃ、G さん直接来たわ。G さん直接来たけど、まあ、技は極吹雪に似とるね。うん、だからほぼ一緒やな。なるほど。なんかすげえ。こいつ真ん中にしたら。手がやべえわ。OK! なるほどね。まあ、多分レベル7もいけるでしょ。うん。46ポイント。こいつが Y ポイントアップを持ってんのか。なるほど。はい、ってことで、こんな感じで。ここはいいよ。ここはそんなに、まだもらえない。ほら、あ、助けてくれてるわ。結構もうみんなやってんのかな。友達を助ける。あ、やってるね。あ、もう5とかいるね。こういうの、ちょっとプニプニ、時間置くとかね。休憩するときとかに HP もったいないからね。どんどんこうやって助けていれば、元気ドリンクじゃねえよ。おはじきかよ。漢方とかゲートボールとかもらえるからね。こういうのも実際やっといた方がいいかなとは思います。OK! はい、ってことでこんな感じで、まあクリスタル妖怪ね、前の動画でも言ったけど、2体一気に出てきてね、大変かもしれないけど、まずガチャね、いつも通りコメント欄で結果お待ちしておりますので、まだ引いてないという人もね、ぜひガチャの方引いてみてください。はい、ってことで本日は以上になります。よろしければチャンネル登録、そして評価の方ぜひよろしくお願いします。Twitter の前でお願いしますから、フォローお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。